私の全ての限りを尽くして貴様らを殺す。お父様、私たちは負けません。お父様に必ず勝ちます。容赦はせぬぞ。お前たちの罪を知れ。容赦はせぬぞ。容赦はせぬぞ。絶望に閉ざされたシュバルツ、絶対の静寂。でも救いは光と共にある。手を伸ばせばそこに。エレズ、これが僕らの力。ついていてくれる。
私を見ていてくださいな。私を見ていてください。はせぬぞ。
ありがとう。見ていてくれよな、隊長。私には隊長がついていてくれる。邪魔よ。私は新宮寺一馬。お父様。帝国歌劇団、そしてさくら。お父様。お父様、あなたの剣はこうして私の中に受け継がれています。お父様が仙台で教えてくれた正
正義の剣が。私は新宮寺一馬の娘、新宮寺さくらです。面が、面が。8年前の高麗戦争で失ったこの命、京極の反魂の術によって呼び戻された。京極のために戦う戦士として。そんな奴の実は強かった。だがお前たちがその実を破った。さすがは私の娘さくら、よくやった。強くなった。お父様。鬼よ、どうやらお前の使い道もこれまでのようだな。また会ったな、帝国歌劇団。新宮寺、山崎、共に私が仮初めの命を与えた者。いわば人形だ。武蔵が復活した今、もはや人形に用はない。愚か者め、正義などはその時々の都合に過ぎ、偽りの正義のもとにこの帝都を支配した虫けらどもよ。これが最後だ。させぬ。私の娘さくらを殺させはしない。お父様。さくら、よく聞け。この部屋の巨大な水晶が高魔兵器を操るための妖力の出力体だ。二剣二刀の儀を行い、水晶を破壊して魔を封じるのだ。そしてこの奥にある三柱の間にて、三柱を切れ、京極の野望を砕け。貴様、さくら、その顔をもう一度見せてくれ。お父様。さくら、迷いのないいい剣を使うようになった。お父様、そんなの嫌。ほんの
少しだけだが、父としてお前と話せてよかった。さくら、母さんによろしく伝えてくれ。神宮寺めが我が法力すべてを注いだ術を耐え抜くとは。法力が尽きた以上、私は一旦引かねばならぬ。だが次に会った時がお前たちの最後だ。お父さん、私行きます。お父様の分まで。私生きてみせます。お父様とお母様からもらったこの命、大切にします。さくらは強く生きます。お父様、凶木を破るには二剣二刀の儀を行うしかありません。大神さん、やりましょう。心配には及びません。私の心は微塵も乱れてはいません。成功する確率はほぼ 100% で、体調がついている。きっとうまくいく。行こう。必ず生きて帰ろう。